はい、どうもことです。このクソ寒い時期に暖房が壊れるっていうアクシデントに見舞われてます。家そんなにいい家じゃないんで、断熱材とかもないんで、もろ外気が入ってきて超寒いんですよ。で、一応ね、電気ストーブあるんですけど、やっぱり部分的にしか温まらないんで、足熱いけど上がめっちゃ寒いんですよ。でも手もかじかんで、いや、ほんと、ちょっとやばいっすね、これ。今シーズン。見ますか、今の気温。室温。ほら、これ、温度計ついてるんですけど、15度なんですよ。まあ、結構あったかいやんけ。はい、今日はね、ワニマのサンクスの解説をしていきます。BPM が225で、チューニングはレギュラーチューニングです。あ、逆や。まあいいや。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、今巷では空前のワニマブームですね。まあ前から結構まあ人気はあったんですけど、ここまでなるとはちょっとまあ思ってましたね。多分メジャー入って初めてのアルバムがこの間出て、エビバでね、エビバで、なんか前の動画で僕エブリバで言っててコメントでツッコミされてて申し訳ないです。なんかいろんなランキングで1位取ったみたいで、アルバムが。でもやっぱ嬉しいですね、こういうロックバンドが上位に入るっていうのは。やっぱりまたバンドブームが来てくれればね、いろいろと助かるんですけど。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。基本的にコード弾きになるので結構シンプルで、でまあ難しいって言ったら右手のストロークパターンを覚えるぐらいですかね。結構いろんなパターン織り交ぜてきてるんで、はい、結構普通にコード弾きになるので、基本的に解説しながら進めていきます。今回は、最初が E ですね。ジャジャーが B です。で、ここから、サビですね。ここなんですけど、D、A、次が、G シャープメジャーですね。次 C シャープマイナーです。で F シャープマイナー、 G シャープマイナー、 A、 B です。メジャーメジャーです。はい、サビはこれの繰り返しですね。最後にちょっと進行が変わるので、ここまで一緒で、最後の2つが A、B です。じゃあ次サビ終わりの部分やっていきます。これストロークパターンがちょっと変わります。まあ、パンクとかでよくあるこの、ですね。まあ、下2回でこうやる人も結構多いですね、パンクの人で。普通にの方がまあ弾きやすいかなと思います。まあ好みでいいと思います。ここでブリッジミュートが入ります。で、次がで、ここでしっかりミュートして、白玉。で、次がこのブリッジミュートですね。
多分225でダウンで行くのは多分、まあ、いける人はいけるかもしれないですけど、だいぶ難しいんで、全然オルタネイトでいいと思います。で次、オクターブ奏法で、ルートノートが12フレット、5弦12フレット、11フレット、9フレットです。で、最後が B です。はい、じゃあ次 A メロいきます。最初が E のちょっとアルペジオを絡めたパターンです。まあ、1、2、3弦弾いて、で次 A なんですけど、ここでグリッサンド入るんで、こっちのローコードでやっちゃうとそのグリッサンド音が出せないので、まあ、なるべくこっちの A で、でその次が G シャープですね。あ、マイナーです。で次 C シャープマイナーで、ここからちょっとストロークが変わります。次 A、B ですね。はい、その続きなんですけど、ここからクリーンになります。より静かな感じで、はい、でそこから普通にディストーションに戻ります。そうですね、まあ、右手のストロークと、まあ、リズムが結構キメとか多いんで、まあ、そこだけ覚えればいけると思うんで、まあ、難しいってより、ただそのパターンを覚えれるかどうかって感じですね。あ、でこの部分なんですけど、ここが C まで行ってます。A、C、で最後は B です。で、ここからサビですね。まあでも、最初にやったんで、コード進行一緒なんで、ちょっと端折ります。はい、まあそんな感じで、やっぱリクエストね、まあワニマ多いですね、かなり。まあワニマも何曲かちょっとやっていきたいと思います。じゃあそんな感じで、よかったらチャンネル登録と下の概要欄にツイッターのリンク貼ってるんでフォローお願いします。ではまた。